日露戦争における第一軍司令部軍司令官、黒木ため元陸軍大将や参謀長以下参謀職所を配用した参謀らと共に移る高等官が副官検証を配用した副官立ち検証とは肩から腰にかけてかけるタスキ状の送信具であり、旧日本陸軍において特定の役職にあることを示すために使用された軍装品。第日本帝国陸軍では 副官、終盤士官、英寿巡説将校がその役職を示すために、右肩から左腰にかけて、検証を配用した。なお、終盤下士官は、検証ではなく、腕章を配用しており、陸上自衛隊では、帝国陸軍時代の終盤下士官のそれに擬似した、腕章が用いられているが、検証は用いられない。副官、終盤巡察用ともに、 明治19年正式と古くに制定され、第二次世界大戦敗戦による帝国陸軍解体まで存続していた。正式自体もほとんど変わることはなかったが、例として昭和13年正式改定の陸軍複製によると、副官たる将校が廃用する高等官外副官検証は、地質は、危険都線3条で白絹線2条の筋折り、両端に、 1> 各1個のふさをふす。終盤及び英寿巡察症候順。士官見習い士官が廃用する。終盤巡察検証の場合は、副官検証の黄色の部分が黄色となる。全長は 151.5mm とされていた。ありがとうございます。